ラタトゥイユ・ジ・アドベンチャーは世界のディズニーパークにあるアトラクション。ラタトゥイユ・ジ・アドベンチャーは映画レミーの美味しいレストランに登場するネズミのキャラクター、レミーと共にレストラン、グストーを模したキッチンを駆け巡るアトラクションである。ゲストはネズミ型ライドに乗車し、ネズミの仲間として参加する設定のため、アトラクション内のセットはネズミ目線としてすべて巨大化されている。 3D グラスをかけ大型スクリーンを利用する臨場感あふれるライドとなっている。レールがなくその場で回転したり、交代や斜め移動ができるなど動きが自由であり、東京ディズニーランドのプーさんのハニーハントと同じシステムである。2017年の D23 エキスポでウォルトディズニーワールド50周年を記念して2021年にフランス間に 映画、レミーの美味しいレストランをテーマにした 4D アトラクションを建設予定と発表。名称は、レミーのラタトゥイアドベンチャーとなることが2018年11月17日に発表された。フランス間に2020年夏にオープン予定であったが、ナインティ1 9の影響によりオープン日未定であった。その後、 ウォルトディズニーワールド50周年の記念として2021年10月1日にオープンが決定。ありがとうございます。